でマシーンっていうのはですね、うん、まあ、それぞれのグループ音色で、はい、複数パターンを作っていきます、うん、で最終的に、楽曲の構成枠、例えばイントロとか、はい、A メロ、B メロ、サビとかありますよね、はい、はいはいはい、ありますね。じゃあイントロではそれぞれの音色のそれぞれのパート、うん、パターン何番を再生させるのかっていう指定を、うん、まあ、シーンっていう枠なんですけど、うん、マシーンっていう、うん、そのシーンで、このシーンでは何番をそれぞれ鳴らすの、このシーンでは何番を鳴らすのっていうのを決めていってあげることによって最終的に再生したら楽曲になるっていう、なるほど、うん、もので。わかりました、はい、はい、うん、じゃあやってみましょうかそれ、はい、はい、じゃあシーンを作りますんで、はい、シーンっていうボタンをこれですね、はい、パターンの上ね、はい、押しっぱなしです、押しっぱなしで、はい、じゃあ今1番を押しましょう、はい、で話してください。あ、押しっぱなしじゃなくて、押しっぱなしじゃなくて大丈夫ですね。ああ、はい、じゃあ今シーン1番で、はい、それぞれのパターン、うん、で何を鳴らすのかっていうのを指定してあげます、はい、じゃあグループ A を押します、はい、押しました。で、パターンを押しましょう。パターンを押して。押しながら、あ、すみません。押しながらどのパターンを鳴らすのか。もう1番ですね。1番。で大丈夫ですか。じゃあ話しましょう。じゃあもう一回でシーン今1番が、はい、今グループ A のパターン1番が再生させる、うん、される状態になりましたんで、はい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 、次シーン2番押しましょう。はい、シーン2番でまたパターン、はい。パターンを押します間違えた、はい、でどのパターンを鳴らす、はい、はい、じゃあまた3番作りましょう。あ、シーンって何拍ですか1シーンは。ですね、このままだと何拍っていうか長さですよね。 2小節ってことになるわけ。2小節になります。まあ、なります。あ、だったら繰り返したいです。2小節2小節になってます。ああ、だったら嫌です。ちょっと戻したいな。パターンで1にしよう、はい、でシーン消しましょう。だ、要はこの今作ったパターンの長さを倍にしたいってことですよね。そうです。4小節8小節にしたいってことですよね。そうです、8小節にしたい、はい、はい、その場合は、うん、パターンを押しながら言います、うん、はい、はい、選択されてますね、はい、今これ2になってます、うん、ダブルって押しましょう。4になった、はい、今陽介さんここのつまみで4にしようとされました、うん、あ、はいはいはい、ここで4にしてしまうと、うん、最初の2小節はノートがあるのに空になるんだ。空になるんです、うんうん、でもダブルを押していただくとすごい、そのコピーされるわけね。コピーされるので、うん、じゃあもう一回やる、もう一回やれば8になります。すごい。じゃあもうここでこのいいですよ、そのまま。あ、すごい。こんだけで増やせるの。はい、もう買うしかねえじゃんこれすごい。で、B もやりたいですね。でやってもいいんですけど、うん、マシーンの性質上、各グループの、まあ、そのシーンで使ってる一番長い小節の、パターン、うん、例えば今でいうところのドラムのパターンに、はい、あの追随していく、追随して、うん、短いも、それより短いグループのパターンに関してはそれがループされるっていう形になるので、うん、ほー、はい、すごいすごいです、これは。今の場合はしなくても大丈夫です。うん、なるほど、はい、OK、 じゃあもう一回それを踏まえて順番を決めていきたいんですけど、はい、じゃあシーンを、シーンを押して、で1番、1番ですね、はい、押して、で A を押して、はい、A にしてパターンを押しながら、押しながらまず最初は1番です。はい、はい、まあ、はい、で2番でまたパターンを押しながら、早い、で3番作ります。3番押してパターンを押しながら、はい、でもう一個作ってパターンをしながら4、もうこれでいい、これでいい、はい、じゃあちょっと聞いてみたいと思います、はい、よろしいですか。これでやったら始まってどんどん押していけば変わるってことね、はい、じゃあメトロノームもう消しちゃいましょう。あ、もういらないです、はい、いらない、いらない、これリスタートで、はい、リスタートからです。あ、ありがとう、はい、緊張しますね。今1番選択されてますね、はい、はい、大丈夫です。いきますよ、せーの、あ、あるあるですね。あるあるっすね。はい、いきます。これ、ごめん。最初ね、これ入れたくないんです。入れたくないです。はい、じゃあ、B の、シーンの選択もしましょう。であの、パターンの選択。はいはいはい。あ、すいません。わがままで。1番を押されてる状態で、パターンを押しながら。はい。ない方がいいです。ない方がいいんであれば、1個空のものを
2番とかに作ってあげて、はい、それで大丈夫です、うん、で次どの辺から入っていきますか。次 C の2番、 3番と4番に入れたい。あ、じゃあ、うん、ちょっと待ってくださいね。2番は、はい、うん、あ、大丈夫です。じゃあ3番でこの1番を押していただきましょう、うん、で4番でも1番を押していただきましょう。はい、はい、これで大丈夫です。はい、で B の音を弱くしたいです、もっと。まあ後でいいかな。あ、やりましょうか。あ、すいません。じゃあ、ミキサーを押していただいて、はい、はい、今 B に入ってる16個の音色の、うん、めちゃわかりやすいですね、はい、ここでバーッと全部出ます。ボリュームコントロール、ああ、映る映る、うん、になってるんです。すごいわかりやすい、うん。でただこれだと、うん、はあ、それぞれのボリュームなので、うん、もうこの B っていうグループ自体を一気に上げちゃい、あ、下げちゃい、そう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 、場合この4方向プッシュ式エンコーダーを1個上にカチャってやってもらっていいですか。はい、するとグループマスターだ。はい、でグリグリ、グリグリ回してあげる。もう再生できます。できます。あ、今パターンあれですね、これが入ってないシーンだったんで。ああ、そっかそっか。これで、はい、ああ、わかりやすい、はい、どうですか。これでいいです。はい、はい、うん、じゃあ、シーン1番からじゃあ、聞いてみますね。はい、リスタート。これでいいですか。はい、あ、リスタート。あ、そうか。はい、はい、いきます。いい感じのイントロっすね、うん、いいね、うん、いいっすね、いいっすね、はい、適当に作った割にはね、はい、結構意外といけんじゃねえかみたいな、はい、うん、うん、でまあ普通にこう、はい、上物がなくなる、はい、うん、いいっすね、曲っぽいですね、ちゃんと、うん、曲っぽいね、うん、なるほど、はい、できましたね。できましたね、うん、いやいや、結構いい感じ、はい、どうですかね、皆さんね、うん、はい、うん、まあ本当打ち合わせなしでやりましたからね。そうですよね、打ち合わせなしで、うん、ここまで、うん、ここまでなんとかたどり着きましたけど、はい、はい、それからどうすればいいんですか。で、うん、まあ、最終的に、うん、まあ、ミックスダウンといいますか、うん、まあ、エフェクトの処理等々をされたい方はですね、うん、ブラウザー1回押していただきます。はい、でもう1回押します。もう1回ね、はい、はい、するとこういった画面が出てきます、うん、これは、まあ、マシンの概念をおさらいすると16個のサウンドで1つのグループ、うん、でそのグループが最終的にマスターに行ってる、うん、っていうことになります。で、まあ、例えば、うん、一番最後だね、マスターはね、はい、うん、マスターに例えば、リミッターとか、うん、かけたいですよね、うんうん、かけたいかけたいですよね、うん、そしたらこのマスターをまず押していただきます。あ、あのさ、はい、すごい細かいこと言っちゃうと、もうちょいリバーブかけたいんですけど僕。あ、どこにかけたいですか。いや、全体的にです。全体的に、うん、あ、じゃあ別にマスターにかけてもいい。いいですよ、はい、はい、じゃあ、ま、マスター押しましょう。はい、で、ここからこのこいつを使う場面です。うん、ディレイもかけたいな。でプラス押し込みましょう。はい、するとこっちにもエフェクトの一覧が出てくるので。なるほど、まあ、リバーブとかディレイがディレイがいいです。これでいいや。はい、ビートディレイ大丈夫ですか。これ再生させましょう。もっと薄くしたい。薄くしたい場合はこれだ、ミックスですね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。あれ、あ、こっちか。
ダブっぽくなってきましたね。はい、はい、で、リバーブもかけたいです。じゃあ、この4方向プッシュ式エンコーダーを1個こっちにずらしてあげて、この右ね、はい、プラスのカーソルに持ってきます。おまた押し込んですごいで、グリグリめちゃくちゃ早いな本当に。でリバーブを選べばいいんですね。はい、はい、選んだで、さっきみたいに調整してあげればいいですね。 OK、はい、です。タイムをね、長くしたいな。うん、これでいい。はい、はい、じゃあ、リミッターで、リミッター行きましょうか。はい、また、プラスにカーソルを持っていってあげて。早いな、この動作早いな。あっという間にできるし、なんか、エフェクターとかって、はい、こう、かけたり外したりとかっていう作業ってすごく何回もしたりするじゃないですか、はい、なんでまあその作業が本当にスピーディーだなっていう感じはしますね。あ、マキシマイザー、あ、リミットありましたね。 あ、はい、ありますね、はい、うん、ここでまたこれってスレッショルド、あ、これですか、はい、これでどんだけ叩くか、叩くかですか、はい、はい、じゃあちょっと待って、はい、仕上がってきました、ね、うん、これはリミッターっていうのは、いわゆるですね、例えば、こんだけ、0から100までのボリュームがあった時に、振幅の値をこうギュッて押さえてやると。で、そうするとこう今まではターンって言ってたやつがここまでバーンって止まるんだけど、その分デシベルが下がるから全体的にボリュームを上げることができると、そういうような形で、使うということです。だから、スレッショルド、式位置を、下げてやればボリュームが大きくなっていくように聞こえるということですね、はい、だからまあちょっとコンプレッサーっぽいようなのも兼ねてるっていう感じなのかな、これは、はい、いわゆる音圧っていう、感じなのかな、ね、普通の人がよく言う。あんまりやりすぎるの好きじゃないから、これぐらいにしよう。うん、はい、もうなんかすごい、もう結構まあまあ満足いきました。はい、はい、ありがとうございます、うん、最終的には書き出しということになりますけれども、はい、ここで、ここでちょっとワンポイントアドバイスを出ました。宗一君のワンポイントアドバイス、はいはい、ちょっと画面を映したいんですけど、はい、はいはいはい、でちょっとここでワンポイントアドバイス、はい、よくですね、お持ちの DAW とマシーンの立ち位置がわからなくなるっていう方もいらっしゃるんですね。はい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 、ダウ持ってるんですけどと、うん、まさに私ですね、私は エイブルトン持ってますから。そうですよね、はい、でもちろんそのこのマシーン自体がですね、うん、それぞれのダウのプラグインとしても起動するんですけれども、うん、今陽介さんが作っていただいたように、とにかくマシーンってものすごく速いスピードでトラックが作っていけるんですよ、うん、なので、いや、それは分かりました、さっきの話で、はいはい、マシーンで、作ったこういったデータですね、うん、これを実はここにですね、ミディノートのマークとオーディオのマークがあります。ちっちゃいですね。ちっちゃいですけどあります。なるほど、こちらでもちょっと、はい、うん、拡大する。おお、すごい分かりやすい、はい、ここにミディのマークとオーディオのマークがあります、うんうん、これをですね、ほう、ドラッグ、例えばお使いのエイブルトンのミディトラックに、うん、これをドラッグしていただくと、ほう、このもうミディパターンが貼られるので、エイブルトンの中から例えば違う音色でこのパターンを試して鳴らしてみたいとかっていうのもすぐできますし、え、マジっすか、はい、あとは、これですね、こっちが先に言っちゃうとビリビリっていう感じの、はい、先に言っちゃうとオーディオなんですけど、わお、これドラッグ、クリックした瞬間にですね、うん、掴んだ瞬間に今これバウンスされました。でこれをお使いの DAW のえマジっすかオーディオトラックにペーストしていただけると、ドラッグしていただけると、それだけでもう今のものがバウンスされたんで、はあ、あとはお使いの DAW で、作り込んでいただくもよしっていう感じですね。
マジっすか。ひょっとしてあれっすか、このままトラクターのリミックスデッキ的なのとかもぶっ込めちゃったりとかするっていう、ね、まあ例えば、うん、波形のループとか刺してね、これ、うん、はい、今マウンス終わりました、はい、でそのまま掴むともうワブで行くの、うん、っていうことですよね。はい、これ普通にもちろん別に DJ で使ってもいい、ね、使ってももちろんいいです。やばいっすね、はい、夢が広がりまくりますね。なので結構そのスケッチ段階をマシンでバーって作っちゃって、うん、それ以降をお使いの DAO で、作り込んでいくっていう方が結構多いですね。なるほど、はい、だから別にエイブルトンとかロジックとかキューベース持ってる人でも、はい、どんどん買ってくださいと。もう全然価値があります。これやって、はい、バーっとやってその最後の編集とか構成だけキューベースでやるとか、はい、そういうことでもいいということですね。そういうこともいいと思います。素晴らしいですね、はい、なるほど、はい、ぜひ活用したいと思います、はいはい、じゃあワンポイントはこんなところで、はいはい、ありがとうございます。ちょいちょい挟んできますね。ありがとうございます。